ははい、えー、こんにちはレトスのおのです4月23日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます45歳で引退したイチロー選手が引退会見でこのようなことを言っていました最低50歳まで現役でやると本当に思っていたそれはかなわずで 有言不実行な男になってしまったけどそのことを言葉にしてこなかったらここまでできなかったかもなという思いもありますだから言葉にするということ難しいかもしれないけど言葉にして表現するというのは目標に近づく一つの方法ではないかなと思いますこのように言ってましたこれを聞いた時に「あ宅建にもつながるものがあるんじゃないのかなと私自身思ったんですね絶対宅建に合格するんだ と言葉にして知り合いに伝えることで自分自身にいい意味でのプレッシャーをかけ勉強を地道に続けていくやりたくない時もあると思いますそんな時に周りに合格することを言ったし合格するためにも今日一日を頑張ろうと思えるのではないでしょうか私は昔から目標を立てたら友人に言うようにしています言ったことはおおよそ達成しているので目標を言葉にする とといいいうのも一つののもつ手段じゃないのかなか私は思います是非あなたも目標を言葉にしてみてくださいでは本日の3問に入ります A 所有の建物につき A を売り主 B を買い主とする売買契約が成立し移転登記後引き渡し前に地震により建物が滅失してしまったこの場合両者の席に帰することができない場合 買い主 B は売り主 A からの代金の請求を拒むことができない。マルかツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、罰、えー、ですね。買い主 A は売り主 A からの代金の請求をこれ拒むことができます。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらの責任でもない自由。まあ、今回で言う自信ですね。 これで目的物が滅失した場合っていうのは、飼い主っていうのは代金の支払いを拒絶することができるんですね。このどちらの責任でもない自由っていうのが、ここの部分です。両者の責任期することのできない場合。ここの内容ですね。これちょっとわかりづらく書いてあるんですけども、両者、売り主、飼い主の両者ですね。両者のどちらの責任でもないような理由が原因っていうことです。今回言ったこの地震ですね。地震によって建物が滅失した場合って話です。 この場合、飼い主 B 責任ありませんので、売り主 A から代金の請求があったとしても、それを拒むことはできますよ、という話ですね。これ、改正民法の内容でございます。で、この点については実は関連ポイントがあって、一緒に覚えていただきたいものがあるんですね。なので、ちょっとこの点についてはですね、個別指導で解説させていただきます。 あの、本試験で出題されてもおかしくない部分なんで、こういった部分を一緒に頭に入れていくってことが効率的な勉強なんですね。一つだけ頭に入れたとしても、もう一方が頭に入っていないと、もう一方が出題されたりするわけですよ。また、別々に覚えてしまうと、その関連性っていうものが分かっていない状況なので、混乱の原因にもなるんですね。なので、関連するポイントっていうのはちゃんと一緒に勉強するってことを、ぜひですね、日頃の勉強から行ってみてください。 で、問いに入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。では、問題に入ります。クーリングオフによる申し込みの撤回、または契約の解除は、売り主である宅地建物取引業者が、契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない。まるか罰かという問題ですね。え答えはツです。 でクーリングオフと手付け解除って別物なんですね。で、今回の問題文の相手方が履行に着手した後は解除できないっていうのは、飼い主の手付け放棄、もしくは売り主の手付け売買士による手付け解除の話なんですね。で、この手付け解除の話ではないんですよ、今回の問題は。クーリングオフによる解除ができるかどうかって話をしていて、手付け解除ができるかどうかは聞いてないんですよね。 もちろん、今回の問題文で言うと、相手方、まあ、売り主ですね。今回、売り主が、利口に着手した後なので、飼い主は、手付け解除はできません。手付けを放棄して解除するってことはできないんですけども、クーリングオフによる解除っていうものは、一定要件満たしたら、解除できるんですね。つまり、クーリングオフによる解除と、手付け解除は別物なんですよ。したがって、今回の問題文で言うと、たとえ手付け解除ができない場合であったとしても、クーリングオフによる解除はできますよ、っていうことです。 で、問いさんですね。農地法です。会社の代表者がその会社の業務に関し、農地法の規定に違反して転用行為をした場合、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。まるかばつかという問題です。で、答えは丸ですね。え法人の代表者、その他従業員がえその法人の業務や財産に関し、4条許可、5条許可、現状回復命令等に違反した場合、 後遺者に対しては3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます一方法人に対しては1億円以下の罰金刑が科せられるんですねつまりこれってどちらも科せられるんですよ後遺者に対しても科せられるし法人に対しても科せられるこういったのを両罰規定って言いますなので今回の問題は丸るなということですねでこう勉強を進める中でなんですけどもこの法律用語どういう意味だっけ そして調べてもなんかしっくりこないなとかそういったことってありませんかもちろん調べるっていう方法はあるんですけども実はそれ以外にも方法があるんですねそれについてはこいつ市上の特典である究極の宅建合格勉強法、まあ、こちらをですね無料でプレゼントしているんですけどもこちらのテキストの21ページに記載されている内容があるんですねその方法を使うと法律用語調べなくても理解できる場合があるんですよ なので、もし個別指導、えー、受講している方は、えー、こちらのテキスト21ページですね。ぜひご確認いただければと思います。まだ個別指導を受講していない方は、ぜひですね、えー、こういった特典もありますので、ぜひ受講していただければと思います。やはり、宅剣合格するためには、短期間で実力を上げるってことがすごく重要なんですね。徐々に徐々に点数を上げていくって、なかなか根気がいりますよね。早い段階で実力を上げた方のが、集中も切れないですし、効率がいいんですよね。 なんでぜひですね、短期間で合格したいと、合格するための力をつけたいという方は、個別指導をご検討ください。そして、個別指導の募集終了まで、あと4名となりました。まだ試験まで約6ヶ月ありますので、全く知識ゼロの方であったとしても、今から理解学習を行えば、今年の合格も十分目指せます。もちろん、理解学習ができるっていうのが前提なんで、まあ、理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいんですね。ただ、個別指導では、その理解学習というものを、 強制的に行っていただきますので、今年の合格も十分可能だということです。あなたが絶対今年合格したいと思っているのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこちらの真ん中の動画、こちらをご覧ください。で個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。